星の意識、いわゆるライフストリームの中に消え去ることは許されません。星が見張るこの土地に縛り付けられ、生きることも消えることも許されず、無意な時を過ごす苦行、この苦行から解放されることが我々の悲願になりました。星が育んだ無くなるマタリアを手に入れ、一族の願いを注ぎ込んだのです。長い時の果て、マタリアはついに願いを受け入れ、我らは大いなる癒しのマテリアを手に入れました。悲願が叶う、ついにその時が来たと喜んだのも束の間のこと。憎きセトラがこの地に入り込み、我らの宝を奪い取ってしまったのです。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。それこそがあなた方に託したい我らの願い。セトラの末裔が協力してくれるのであれば、長きわだかまりも消えてなくなるでしょう。手がかりは？黒マテリアはセトラの神殿に隠されたと聞いています。セトラ、古代種、神殿、知らねえか。僕、わかると思います。虚なる者よ、信じてよいのですか。 Hey you、 皆さんの未来、占うで。明るい未来、愉快な未来。こいつが言うなら大丈夫だ。信じていい。どうやら見つかってしまったよ。星の民よ、勇敢なる者たちよ、どうか黒マテリアをこの地に。まず地上に出よう。了解。見ててよ、父さん。無事にお戻りになられましたね。ブーゲンハーゲン様のもとへ案内いたします。どうぞこちらへ。キシシシシシ、うまく騙せたよね。あの義賊の亡霊、私たちがマテリア持ってくると思ってるよ。大いなる癒しとかなんとか言ってたが、要するにとんでもねえ威力の恐ろしいマテリアってことだ。
ああ、奴らに渡すわけにはいかねえ。あいつより先に見つけないと。あいつってセフィロスだ。気配を感じなかったのか。セフィロスに関しては、お前がそう言うならいたんだ。じゃあセフィロスもクロマテリアを狙ってるってこと？ああ、そう考えた方がいい。大変、こうしちゃいらんないよ。クロマテリアは私が手に入れるんだから。ねえケット氏、セトラの神殿のことどうして知ってるの？あ、いや、知ってるっちゅうか、心当たりがあるっちゅうか。ああ、昔会社の資料で見たことあるんです。神羅の端末があったら調べられると思います。端末はコスモキャニオンにもあるのか。のはずです。ブーゲハに聞いてみましょう。ようだの、一安心、一安心。もう心配いらないよ、おじっちゃん。おいらは戦士瀬戸の息子だからね。ブーゲンハ、この谷にも神羅のネットワークにつながる端末を置かせてもろてるはずなんやけど、どこにあります？ほうほう、あの端末のことかの。確かにあった。珍しいパーツが使われとったから興味深くてのう。分解して、ほら、あの通り、この谷の発電機として活躍してくれとるわい。なあ、じゃあセトラの神殿は知ってる？神殿とな、セトラは神など必要としない。神殿など作りはしなかったはずじゃよ。そうなんだ。神殿と呼んだのはおそらく外の人間。セトラの建造物がどこかに隠されているという伝説は多くの書物に残されておる。さすがはじっちゃん。ほうほうほう、場所は明らかになっとらんがの。え？セトラは過酷な運命をたどった種族。見つけたところで容易に足を踏み入れられる場所ではなかろう。行くのならば十分に用心せえ。見て聞いて触れて、書物では得られぬものがそこにあるはずじゃ。無事に帰ったらわしにも話を聞かせておくれ。ブーゲンハーゲン様。なんじゃ騒がしいの。またあの黒いマントが現れまして、いかがいたしましょう。おや、知り合いかな。どこにいるんだ。え、あの谷の入り口です。行ってみよう、クラウド。ああ、星と共にあらんこと。どちらに行かれますか。ナナキ、その人大丈夫なの。ああ、衰弱はしているが最近多いんだ。魔法中毒だっていう人もいるけど、この症状は…ニブルヘイムっていや、俺とティファの故郷だ。あ、ニブルヘイム、あそこやったら確実に神羅の端末があります。あったとは思うけど。クラウドさん、さっき言ってくれたやろ、僕の言うこと信じていいって。その場しのぎやったかもしれん。でも僕は
クラウドさんの言葉、本物にしたいんです。でも、行ってみよう。わあ、ニブルヘイムってあのニブルヘイムですか？陸の道は繋がっていませんよ。とっくりゃ。空だ。のろし。ダメ。ほな、飛行場に戻りましょう。クラウドさん、かすかではありますが、近隣にエンシェントマターの反応を確認しました。どうやらその場にエンシェントマターがあるわけではなさそうですが、調査のほどよろしくお願いします。気負いすぎる。頼られたな。
やっそっか削り取ってやるぞ。この遺跡は谷を巡るライフストリームを流れるべきところへ導くための施設だったと考えられています。皆さんの行いは必ずや星の力となることでしょう。7番街のプレートがあんなことになって僕たちの心はぐちゃぐちゃになった。驚愕、恐怖、萎縮、悲しみ、怒り、憎しみ、心の中も瓦礫の山さ。
そんな時、本家の指導部からの打診があった。プレート落下は神羅の自作自演、さらなる暴挙を防ぐために神羅ビルを占拠する。武器装備は至急、意思ある者よ集え、そんな感じのね。私たちには参加する義務がある、そう思ったの。ウェッジは僕と同じトラックにいた。我々は地下駐車場から神羅ビルへ潜入、各隊を制圧しつつ先行中の別部隊と合流する。ルティア隊と連絡が取れません。先発隊は、あるいは次の。憶測はいらん。まずはマット隊長に連絡を。はい。よいしょ、よいしょ。ウンパのウェッジっす。ああ、セブンスヘブンの、うん、さあ、これを食べてリラックス。ありがとう。リラックス。部隊の目的はプレジデントの暗殺。分かってる。全然俺たちらしくない。でもあの時はその気になっていた。ほら気合い入れろ、置いてかれるぞ。申し訳ないっす。この先が重役フローだ。ついに我々の手に世界を取り戻す時が来た。怒りと憎しみを奴らにぶつけてやれ。おう。どうしても仲間と連絡が取りたいんす。早くこっちの作戦を伝えないと行き違いになるっす。じゃあ上で。あ、俺たちの勢いはそこまでだった。ありがとな。そう。大丈夫ですよ。あ、今聞こえたよな、ウィッチの声。意識はライフストリームにすぐに溶けちゃうんだ。何か聞こえたとしても気のせいだね。この遺跡はライフストリームに感謝して祝福するための場所だったらしいの。私たちはここで遺跡修復のボランティアをさせてもらってる。星に帰った人たちのために少しでも何かできればと思って。ねえ、私手伝いたいな、ここの修復。何をどうすりゃいいんだ。壊れてしまった星の泉の修復。泉はこの辺りのエネルギーの源で、ライフストリームの吹き出し口になってるの。壊れている星の泉はライフストリームの濃度が高くて容易に立ち入れないんだ。
だから専用ロボットを使って修復するんだけど、あんまりにも型が古くて僕たちじゃうまく使いこなせなくて。お話は聞かせていただきました。そういうことなら僕がお役に立てるかと。名付けてチャドリー・ジュニア。ついに僕にも弟分ができたようです。チャドリー・ジュニアは皆さんの命令に沿って動きます。早速指示を出してみてください。どこかで見てるさ。ん？なんだあれ？あの輝きの先にも遺跡群があるようですね。じゃ、そっちも直しに行かねえとな。私たちも手伝っていい？ああ、好きにしろ。こんなところで分派だ本家だ揉めたら星が笑うぜ。
線を切り裂く。仕留める。切りとなる。追い打ちだ。暴れるぞ。今だ。一気に叩き込む。なんとかなった。貴族のことだって思ってたけど。はい。ですが、わずかながら検知された独特なエネルギーから、
この遺跡群はエンシェントマターを封印するために作られたものなのではないかと推測しました。まずは遺跡の修復を進めましょう。きっと星が僕たちをエンシェントマターへと導いてくれるはずです。チャドリー・ジュニアの追加 AI チップを開発しておきました。ぜひ活用してみてください。コスモキャニオンへ行こうってよ。盛り上がったことがあってな。うん、カクテルの試飲会の時だよね。うん、やっぱこれが一番。新カクテルはコスタデルソルに決定。ちょい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 。飲みすぎだって。
平気平気。俺はこのコスモキャニオンを押すね。いい線いってるんだけどね、なんか物足りないんだよな。お待たせっす。じゃじゃーん、コスモソルトっす。コスモキャニオンを名乗るからにはコスモソルトを入れないと。さあ召しませ召しませ。コスモソルトって生命学の聖地、コスモキャニオンで取れる岩塩っす。めったに手に入らないっすよ。嘘、塩入れただけで、なんで。本当だ、美味しい。味が生まれ変わったな。あ、でも手に入りにくいんだよね。それは困るな。買い占めてきたっす。これでしばらくは大丈夫。あくまでもしばらくだろ。このコスモキャニオンが人気メニューになったら塩なくなっちまうぞ。その前にみんなでコスモキャニオンに行くっすよ。で、お土産は塩、塩、塩。いいね、生命学の聖地コスモキャニオン。みんなで行くっす。お前やな、活動資金もままならねえってのに旅行なんて行けなきゃねえだろ。これ行くしかねえな。そう来なくちゃ。連れてってね、リーダー。リーダーに乾杯っす。乾杯乾杯。こんな時だけ調子いいぜ。来たよ、みんな。結構時間かかったぜ。あれ、もう終わっちゃったんですか。とっくにな。ほら、次行くぞ、次。はい。先越されちまったか。
星の泉に新手のモンスターが出現して危険な状況のようです。ピピって来るよな。お待たせしました。追加の AI チップを用意しましたので、モンスターの攻撃に注意しつつ調査を進めてください。